まあ喋ってて、はい。ちょっと自分もこの、なんだろう、頭の中で言葉に変換しながらやってきたんではなくて、はい感はい。覚的にやってきたことなんで、そうれをこう言葉で説明しようとすると全然こううまく、それが言葉にまとまらないもどかしさで今、ちょっと、反省してます。いや、大丈夫です。十分伝わってます。ユジンとかはね、現役の代表女子、ね、こうキャプテンでもやってるから、どう勝っていくかっていうのはね、今の話の中、得られるものたくさんあるんじゃないかなと思うんだけどね。まさにです。ね、友人とかもね、本当にね、能力も高いと思うんで、多分自分が思ってる以上にもっと結果がついてくると思うんだよね。なんかちょっと話を聞いたりしてると、真面目なところがプラスであり、その真面目すぎるところがたまにブレーキになったりしてるような、ごめんね、話を聞いてだけでの、印象で申し訳ないんだけど、ブレーキにもなってる気がして、まあ、偉そうなことを言って申し訳ないんだけど、お願今いし持っまてする、むしろお願いします。なんだろう。なんか日本人の特徴だと思っていて、言葉で変換したことを体で表現しようとすることがすごく得意だけど、それって本当に疲れた時とか厳しい体勢からボールを蹴ろうとした時とかに応用が効きづらい練習方法とか体への染み込まし方であったりもすると思うんで、真面目にやることはもちろん当たり前だけど、それプラスもっと体感的な言葉ではうまく説明できないけど、こういう感じの蹴り方がすごくスムーズにいけるっていうのとかをもっと練習の中で見つけ出していけば、もう一個いけるんじゃないかなと思うんですよね。前ちょっと一回ユジンとどこの練習場かわからないけど、アタック、ローリングを練習しようちょっとしたときに、すごい言ったことをもっと左足をこうして、右足をこうしてって言ったときに、すごいそれに忠実にやろうとしていて、足も綺麗に上がるんだけど、やっぱり左足をこうして右足をこうしてって部分的に動作をしてしまうと全体が連動しないんで、あくまでも参考程度に頭に入れつつも、根本としては体感的な一番スムーズな動き方を植え付けていくっていうのがありきの、その補助的にそういう言葉を入れていった方がいいかなと思いました。感じます。感じレまシーす。ブ連の時の足を引くとか、どこに当てるっていうのも同じことだと思っていて、まあ、そういうイメージを持ちつつも、まあ、そうじゃないこともいっぱいあるっていう、本当に一番理想な取り方は、こういう足をこうして頭をこうしてではなくて、なんか違う言葉には言い表せない表現の部分、その人にしか分かんない部分なのかなと思ったりするんで。そういう、まあ、ちょっともやっとしてしまうかもしれないけど、言葉ではなくて体の体感的な部分に神経を研ぎ澄ましてやってみても面白いんじゃないかなと。ありがとうございます。はい、偉そうに言ってすいません。なんか全てのスポーめっツちゃのその基礎となるあれだと思いますよ。その教えられる側と教える側のあれですよね。よく、まあ僕もアタック教えたりするときも、ローリングなので僕、まあスキップの延長だと思ってて、ステップが。でも、スキップ自体をじゃあ言葉にして伝えようって言ったら、無理じゃないですか。スキップ自体左足を引き上げて、右腕を引き上げて、で、逆足で蹴り上げてみたいなやったら、それこそさっき寺本さんが言ったみたいに、なんか、機械的なね、そう動です、きそうに。です、なりますよね。なんか詰まってしまった時に、一つのきっかけとしてそれをね、取り入れてやっていくっていうのはすごくいいと思うので、ここばっかりにずっととらわれてしまうと機械的な動きになってしまうっていうところかなと。だそうですから、まあ、言葉がダメってわけじゃなくよて、ね。それが常に頭で言葉として変換しながら体にしていくことって、実はこう反応が遅れたりしたりするので、あくまでもそのきっかけとして、その都度入れては、一回入れて動かしたらもう一回こう排除するとか、
体が覚えてきたら、うん、頭の中でこう、こうやって動いてこうやってやってって一瞬で考えられることって本当にそんなたくさんないんで、うん、一回頭に入れて体感できるようになったらもうその言葉は一回出すとかにしてった方がいいのかなと思うし、多分言葉であると分かんなくなった時に、あ、なんだろう、安心するんだと思うんだよね。だからみんな求めてくるんだと思うんですよ。なるほど。でもあくまでもきっかけっていうことじゃないかなと。なるほど。いや、深いですな。それこそ寺本さんって、まあ、タイにも行ってたし、そのもう本当言葉で教えてもらうっていうか、もう見て、まあ、盗むっていう言い方あれですけど、もう本当いい技術はどんどん自分で吸収してってやってったっていう風な覚え方っていう風な感じですか。そうだね。でもそ本当はそのタイの綺麗なねアタックとか、うんうん、ボールの取り方っていうのをしたかったなと思って見てやろうとしたけど、うん、やっぱりうまくいかなくて、で言葉にも変換してったし、まあ、さっき言ってることと矛盾してるけど、うん、全部言葉にノートに書いてどんどん書いてって、時にその言葉ががっつりハマったこともあるけど、次の日その言葉を頭に入れてやったら全然ハマらなかったり、うん、やっぱりあの、ね、言葉ってすごい難しいし、そのタイ人の動きを真似しようとしてもうまくいかなかったから、結果的にやっぱり自分に合った動きっていうのは自分にしかできない動きになわけであって、うんうん、その形とかに気にしすぎるんではなくて、あくまでも結果を出すための体の動きじゃなきゃいけないっていうことが最終的な結論だったというか、例えばレシーブするために綺麗に真上に上げるためにどうしたらいいかって言った時に、その左足を下げてどうしてとかではなくて、どんな形であれ真上に上がればいいんでっていう考え方になったりとか、そうしていった方が逆にその目指していたフォームに近づいていく、うんうん、形をこういう風にしたいって見た目を変えようとするよりも、あのなんかそういう結果的にこういう風にしたいっていう風に単純に思った方が、うん、そのフォームに近づくっていうことの方が多かったかなと思いますね、うん、なるほど、そうですよね。特にサーバーの人とかにやっぱり教えるときも、昔はもっと体が開かないようにとか大きく回してとかフォローするって言ってたけど、単純にミートした瞬間のスピードがボールスピードになるから、当たる瞬間がいかに足が速く触れてるかっていうことだけに考えて、あとはもう何でもいいからって言った方がすごいいいサーブが打てたりするっていうことがあったので、まあ結局そこなのかなと、うんうんうん、まあ本当それこそ どれがどういうきっかけでその人にはまるかはまらないかわからないし、言葉かもしれないし動きかもしれないですけどね。だから本当いろんなことを試してみてっていうことですよ ね。あんまりこうとらわれないで、うん、そう、まあ、言葉ももちろん試して、体感的にも試して、はい、いろいろ繰り返してこれだなっていうのを見つけつつ、うんうんうん、でも見つけたら実はそれが絶対じゃなくて、うん、ちょっと自分が変わればまたそれが正解じゃなくなってっていうことを繰り返していくんで、うんうんうん、結局最後までこれっていうのが言葉とか文章にはならないけど、うんうんうん、そうですね、なんかその時その時の正解は違うのかなとは思いますね、うんうん、そうですね。いやだからちょっと前の話に戻っちゃいますけど、その寺本さんが例えで使ってた車で言うと、自分が乗ってる車は自分でしか運転できないから、隣の車の運転の仕方してても走れないってことですもんね。だから自分の車だったらこういう風な感じだったらうまく曲がるっていう、まあ、例えのあれですけど、まあ、自分の体はこうだからこういう風に足を振ればしっかりと当たるっていう感覚さえつかめればいいってことですもんね。そう、それがその人の形っていうことになると思うんだよね、うんうんうん、そうですね。本当に今いろいろと悩んでる人も多いでしょうから、まあ、まず一回全体像を見た中で、じゃあ自分はどうしていこうっていうのを探してもらえればいいですね。フォームとかプレーに悩んでる時はもうそういろいろやってみるっていうことじゃないかなと思うし、試合で結果が出ないっていうことに悩んでるのであれば、あの結果のことを第一優先で考えてプレーしてるかっていうことを、うん、あのもう一回自分に問いただしてみるべきだし、うんうんうん、っていうことかなと思います。いや、ありがとうございます。
偉そうですみません。いえ、やってないんで何でも言えますが。いやー、なるほどなっていう、やっぱそういう風に残してきた人が言わないと多分こう伝わらないものもたくさんあるので、やっぱり改めて寺本さんの口から聞くとやっぱりそうだよなっていう風に自分もすごく感じるのが多いですね。いや、それでですよ寺本さん、はい、まあ、今までバーッと寺本さんの話だとかもう深いところまで話してもらったんですけど、まあ、2018年、まあ、僕が引退した年なんですけど、まあ、初めて男子決勝行ったじゃないですか。あの時寺本さんなんかどう感じたかなと思ったんですよね。まあ、さっきの話だけど、はい、みんなそういう技術を、まあ、自分が一緒にやってる時の選手も多くいたから、はいはいはい、特別上手くなったなってではなくて、うんうんうん、今まで持ってた技術を試合の勝ち負けにうまくこう表現できるようなプレーができるようになった。本当に技術と使い方が上手くなったから結果につながっていったんだなっていうふうに思ったんで、うん、はいはい、まあ、驚きはしなかったけど、うん、なんだろう、みんな上手いのにこうもったいないなと思ってたのがやっぱりねっていうか、なんだろう、確信に変わったというか、だから驚きはしなかったです。もともとみんなが持ってた技術が、はいはいはい、コートの中で表現できてるんだなっていうふうにすごく思ったし。なるほど。前に言われてたその試合の勝ち方、まあ、タイ人が上手だって言われてたじゃないですか。その、うん、その勝ち方を知ってるというか、勝ち方を身に染みてるみたいなものがあるったっていうんですけど、寺本さんの中でその試合の勝ち方みたいなのって今なんとなく言葉にできます？勝ち方ってまあ対人競技なんで、はいはいはい、いかに相手が考えてることに対してそれに裏切って、うん、点数を重ねていくかっていうことに尽きると思うんで、はいはいはい、まあ、どんだけその相手の頭の中に入るかっていうことが自分は重要じゃないかなと思う。いやー、それ本当すごいっすね、うん、寺本さんは本当にそうしてましたよね。本当に技術とがあれば、うん、タイみたいに相手がどうとか関係なくポーンとレシーブしてトスをバーンと上げて思いっきり叩きつけてアタック打つ、サーブももうとりあえず強く打って相手が取れないっていう力技でいければいいけど、はい、まあ、自分自身はもうそうじゃないって分かってたので、うん、もういかにその相手の嫌なことをしていくかっていうことでしか、まあ、勝機を見出せないっていうふうに思ってたからかもしれないけど、そういう考え方で、うん、いや、誰かのラジオでも僕はもうそれ言いましたからね。寺本さんと対峙して試合やるぞって時にもうこっちの手の内がなんか全て読まれてる気がして勝てる気がしないって言って、いや、もうまさにそうでしたよね寺本さんって。でも自分が思うに、その相手と試合する時も相手がレベルがある程度あっていろいろ考えてくる選手ほど相手の中に入り込めるっていう、うん、そうですね、感じがあって、はい、例えばブロックに止めることくても、うん、当たったことで相手は、ね、すっきりしないから、うん、今度同じようなトスが来たらおそらく全く同じところは打ってこないなって思ったら、そこのブロックのコースは一つ次は選択肢から消えるわけで、うんうん、そうすると他の選択肢がどこになるかって言ったらブロックも絞りやすくなってくるし、うん、だからただ一本のブロックだったりアタックとかワンプレーに対してに全集中を行うんではなくて、全ての得点が1個前2個前、まあ、スタートする前からずっとつながっての1点になると思うんで、うん、そこをずっとこうなんだろうね、1回も相手の頭の中から外に出ないようにずっとこうしつこく入っていけば、うん、おそらく次何するかなとかこうしたら嫌だなとかっていうのが見えてきて、それが自分のプレーで表現していくっていうことを繰り返すんじゃないかなと思う。そうですね、いや本当まさに僕が多分その術中にはまる最適な人間だったんですけど、きっと寺本さんとやるときにやっぱり林みたいに思ってたことを表現できる人ほど、まあ、ハマったら確かにブロックはハマりやすいかもしれないね。逆にそのね、自分でどこに行くか分かんないっていうようなプレイヤーの方が絞りにくいし確かにそうですね、戦いにくかったりもするんで、はいはいはい、友人とか今さ女子とこう試合をしててそういう風に感じるシーンって今ある？まだその段階に行ってなかった
シーさんとかさ、はい、なんかこう対戦でやってた時とかってどうだったの、はい、その読まれてる顔も理解できないなるほどね多分、はい、でもユジシンとかはタイとかの選手の考え方の戦い方をしてるような気がして、自分たちがやってるプレーをとにかく出し切るっていうことに集中してる選手じゃないかなと思うし、うんうんうん、まあもしかしたらチーム全体がそういう感じなのかもしれないけど、うん、まあ、それは能力とかもあるし、そういう勝ち方でどんどん自分の技術が上がっていけば、そのやり方で多分勝っていけると思うんだけど、うんうんうん、考え方とかその相手と対峙するスポーツなんで、相手のことをもっとこう考えてどうやったら嫌かなっていうことを考えられるようになると、より一つのプレーが効率が上がったりとかするっていうこともあるんで、まあどっちがいいかは分からないけど、あえてこっちの方を選択してるっていう風な、自分でそういう選択してこうしてるっていうのがあればもっと強いかもしれないなと思いました。そうですね、確かにネットを挟んでいる競技なんで、うん、ネットからこっちはもう相手関係なく自分たちで自由にプレーするだけなんで、うん、相手のことを考える必要はないのかもしれないけど、うん、やっぱりね、相手だってハラハラドキドキしながらどうやって勝とうって思ってるわけなんで、うん、そういうことを考えながらやった方が効率よく点が入ることもあるかなと思います。うんうん、そうですね、まあ、勝手なイメージですけど、なんかそういう選手だとかそういうチームとかがなんか増えてくれば、すごくセパタクロっていう競技自体がすごく質の高いというか、レベルの高いなんか段階に行きそうだなっていうなんかイメージがありますね。表面的にこう、あ、うまいなとか、あ、すごいなだけじゃなくて、実はそういうふうな布石がされてたんだとかいうのがあると、すごく魅力的になりそうだなとは思いますね。自分が思うのには、あまりいい言い方じゃないかもしれないけど、相手にいかに嫌なことをしようっていう意地悪な性格だからこそ、多分そういうふうにプレーでも表現できたと思うし、みんなこうね、優しくて真面目でまっすぐだから、変な話もっと意地悪になってった方がいい部分もあったりするかなと思います。うん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 、もう本当寺本さん意地悪ばっかりしたからな。相手が嫌がることばっかり考えてたんで。まあちょっと SNS か何かで見たりしてるかもしれないですけど、来年から国内で初めてリーグが始まるじゃないですか。率直にどうですかっていう、どう思いますっていう、リーグ始まるっていうことに対して。成功することを願っています。超棒読みした。いや、なんかようやく次のステージに行けるチャンスが来たって感じですよね。ね、やっぱり選手たちも人にね、評価してもらったり見てもらうことが、うんうんうん、やっぱりモチベーションの一つになると思うんで、うん、すごく貴重な機会だと思うし、 そうですね、それを選手たち自身で作り出していくっていうことはすごいなと思って、うんうん、まあ、我々の時代は本当に試合で結果を残すために選手をするっていうことだけしかやってこなかったんで、うん、そういうことを考えて行動できるっていうことはすごいなと思います、うん、で、まあ、まだ詳細というかどういう中身になるかは発表されてないのでわからないんですけど、なんか僕の中で一つこうターニングポイントになるなと思ってるんですよね、セパタクロー界にとっても。今後の、いや、寺本さん、今後セパタクロー界になんか復帰すること予定あるのかなと思って。今のところはどうですかね、あんまり手に立てるところがあればとは思ってますけど。なるほど。リーグも始まるし、なんかこうまたこれからさらに飛躍していきたいっていうところに、いや、なんか寺本さんとかいてほしいなとは思うんですよね、うん、勝手な思いですけど、うん、楽しみに外から出てる分には本当に楽しくさせてもらいます。正直いろいろ関わって何か力になりたいなと思う部分もありつつ、はい、やっぱりセパをやってる時は 100% セパタクローに
エネルギーをつぎ込んできたんで、はい、それ選手じゃなかったとしても、うん、関わるならやっぱり 100% の気持ちで関わっていかないと選手たちにも失礼だし、うん、まあ自分にとってもすごい、ね、大切な場所なんで、うん、中途半端な気持ちでは、ね、関わりたくないなっていうのがあって少しお休みをさせていただいてる感じですか、ね、うんうん、このきっかけに戻ってきてくんないかなって私の中で勝手に期待をしてるんですけどね。不器用なんで、すいません。でも何か役に立てることがあるんであれば、ぜひ。そんなこと言ってもたくさんありますよ、そんなの、きっと。いやー、たくさん聞いたな。お腹がいっぱいすぎて。飲み込むのに、今。そうだね。いいか、いいか。飲み込まなくていいよ。私のおじさんが。昔こうだったなって思っていることを一方的に話しただけなので、今感じていることをもう信じてやっていくだけだと思うんで、さらっと聞き流してくださいね。いや本当長いことありがとうございます。なんか逆に寺本さんの方から、まあ、本当にこういう機会ってないと思うんですよね、うん、セパの話だけで。で今ラジオなんて僕しかやらないだろうから今後もないので、もしメッセージみたいなものとかなんかそういったものがあったら残しておきたいなと思うんですけど。何ですかね、まあ偉そうなことは言いましたけどいえいえ、まあセパタクローは、まあ、自分は代表で長くやらせてもらいましたけど、特別何かすごいことをしたわけではなくて、自分なりのセパタクローの関わり方を、まあ、一生懸命やってきただけであって、みんなそれぞれ、ね、セパタクローに対していろんな価値観を持ってそれぞれの関わりまた取り組みをしてると思うんで、皆さんが自由に、この自分も自由にやってらしてもらったようにセパタクローに関わっていけばいいんじゃないかなと思ってるし、まあ、ただその中で選手として代表として続けてきた自分から、まあ、代表選手とかに対して、あとはまあ代表を目指す選手、楽しんでいく選手といろんな考え方の人がいると思うんですけど、やっぱり楽しむっていうことから始まった次のステップは、勝っていくことがやりがいにつながっていくと思うんで、まあ自分は勝っていくっていうことにこだわって練習とかに取り組んでいったら、もっともっと充実するんじゃないかなと思っています。まああとそのね、プレーを実際しない競技に関わってくれるっていう人がたくさんいるっていうことも知ってるので、なんかそういう人たちが増えていくっていうことは、やっぱり改めてセパタクローって魅力があるんだなって感じるんで、その魅力があるスポーツを今のセパタクローに関わる人たちがどんどん広げてってくれれば嬉しいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。もうほぼほぼユジンが聞き手側に回ってしまったんで、ユジンの話なかなか聞けなかったけど一リスナーみたいな感じの位置で聞いてたけど、いやすごかった久しぶりにセパタクローのことを言葉に出して話しました、うん、どうでした。なんかでも良かったは良かったですが、気持ち的に寺本さん的にこう、あ、なんか話すって難しいなって改めて、あ、はいはい、いや、うん、特に思いがあればある人こそやっぱ難しいですよね。いやでも十分いろんな寺本さんが考えてたこと、プレーだけでなく、なんかこういう風なものがあったっていうのはすごく聞けましたんで、僕としてはもう大満足です。じゃあ寺本さん、じゃあ、はい、次の人の紹介をお願いします。たくさんいるけどやっぱり一人かな。お、一人、ビラスナノンカイさんです。いやいや、マジ言葉がわからないからちょっと言葉がわからない、サンちゃんですよねそれ、うん、言葉がな、ちょっと弊害があると。大丈夫、片山恵子さんにも一緒に入っていただいて新しいな、サンちゃんって言われたらなちょっとアポ入れるのも難しいんですけどまあでも確かに三四郎さんにラジオしたらすごい面白い内容かもしれないですけどね。あれか、ユーティンジャンとかユードンヨンとかいろいろラジオに出てほしいな。いや本当そうっすね。
牛丼ヨンが日本語喋ってくれるだったらもう大歓迎ですけどね。ダメですか。え、やってみたいんじゃないですか、あの三四郎さん。いや、三四郎さんやってみたらいいと思います。三ちゃん次誰紹介するって言われてわけわかんない名前出されても困るんだけどな。帰ってこなくなっちゃう、向こう行きっぱなしになっちゃうんですか。そうだよね、それはちょっと責任を感じるんで、ね、限定で。一旦国内でいいですか、すいません。ちょっと一旦、ここは一旦国内で収まってもらっていいですか。はい、じゃあ、田尻さん。それ、あの、本気の方ですか、のんかいさんの方の流れですか、本気の方ですか。いや、のんかいさんが一番本気だったんだけど、田尻さん、受けてくれるかな。いや、もうそこは僕がねじ込みます。受けてくれるかっていうか、ちょっと巻き込みたいなと。巻き込み事故を一緒に。わかりました。もうそれ多分言えるのは寺本さんしかいないし、寺本さんからの指名だったらきっと断れないと思うので、もう僕がご利用ししていきます。ちょっと現役プレイヤーが自分からの流れで知らない人が続いてるの離れてしまう。こっちの方に行ってちょっと離れていったらごめんなさい。いえいえ、わかりました。じゃあそこ行きましょう。え、そしたら全然今あの想像してなかったんで、今突拍子もなく提案していいですか。はい。え、そしたらここそこに純也さんも入れます。ああ、ぜひぜひ。そうっすよね、せっかくだったらその3人集まって僕が今回のユジンみたいな立ち位置になっていいですか。おじさんたちのたわごと。いや、そうしまし、そうしていいですか。そうしましょう。はい、お願いします。じゃあちょっとそうします。プチ同窓会を。そうですね、プチ同窓会にしましょう。いや、本当ないことありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。ありがとうございます。